警察の発表によりますと、逮捕されたのは吉林市内に住む55歳の男です。男は10日、市内の公園でアメリカ・アイオワ州の大学コーネルカレッジの教員にぶつかった後、4人の教員をナイフで刺して怪我をさせたほか、犯行を阻止しようとした中国人観光客も刺したということです。刺された5人の命に別状はなく、警察は事件についてさらに詳しく調べています。4人の教員はコーネルカレッジから派遣され、吉林市内の大学で教鞭を取っていました。中国外務省の報道官は会見で、事件について偶発的に起きたもので、中国とアメリカの交流に影響を与えることはないと強調しています。警官に著しい影響があると言わざるを得ず、事業の中止を自主的に決定した。完成間近で解体が決まった東京国立市のマンションについて、建設事業者の積水ハウスがコメントを発表しました。東京国立市にある富士見通り。およそ4年前に撮影された写真では、その名の通り美しい富士山を望めました。ところが今は富士山の手前にマンションが立ち、半分ほどしか見えなくなっています。富士見通りという名前が台無しになるというね、それは残念ですよ。周辺の一部住民から建設中止を求める声が高まる中、建設を行っていた積水ハウスは来月には引き渡し予定だったこのマンションの解体を急遽決定しました。積水ハウスは今夜その理由についてコメントを発表。2回にわたる設計変更を行い、地域の皆様に配慮した設計を目指したとしながらも、現況は景観に著しい影響があると言わざるを得ず、富士見通りからの眺望を優先するという判断に至り、本事業の中止を自主的に決定いたしましたなどとしています。大阪地検特捜部に逮捕起訴され、その後無罪が確定した不動産会社の元社長が国に賠償を求めている裁判、当時の特捜部検事による取り調べの録音・録画の一部が法廷で公開されました。大阪市の不動産会社プレサンスコーポレーションの元社長山岸忍さんは、2019年学校法人の土地取引などをめぐる横領事件に関与したとして大阪地検特捜部に逮捕起訴されましたが、3年前無罪が確定しました。山岸さんは特捜部の検事が山岸さんの当時の部下を脅すなどした捜査の違法性を訴え、国に対し賠償を求める裁判を起こしています。今日の法廷では検事が山岸さんの当時の部下の取り調べを行っている映像が再生されました。あなたプレサンスの評判を貶めた、世界の評判を貶めた大罪人ですよ。会社が非常にね、いろんなその営業損が受けたとか、株価が下がったとかっていうことを受けたとしたら、あなたその損害賠償できます？10億20億じゃ済まないですよね。それを承諾で今話してますか？検事は取り調べに真摯に向き合ってほしかったと弁明した一方で、無罪判決が出たときは非常に残念だと思ったとも話しました。今週金曜日には山岸さんの逮捕を最終的に決断した当時の主任検事らが証人として出廷します。人生相談に乗るだけで報酬がもらえるなどとサイト上で宣伝し、登録者から現金を騙し取ったとして26人が逮捕されました。 SNS でこう副業の勧誘とか、 なんか投稿とか見たり、 あります。直前まで行って怪しいなと思ってやめましたね。もうお家でなんかパソコンだけ、スマホだけでできるとかだったら、少し興味がある時期だったらちょっとこう検索したりしちゃうかも。こんな簡単にお金稼げたらいいよなとは思うけど、でもそんなうまい話あるわけないし。ネットにあふれる副業への誘い文句、相談に乗るだけで報酬がもらえる、副業サイトでこう宣伝し詐欺などの疑いで逮捕されたのは鈴木和樹容疑者ら男女26人。去年サイトに登録した都内の女性から現金およそ40万円を騙し取った疑いが持たれています。その手口とは、被害者が詐欺グループが運営する副業サイトに登録します。相談を聞いていただけましたら嬉しいです。これは実際に登録した人が受け取ったメッセージ。企業の幹部だという人物が経営方針について悩みを打ち明けています。相談に乗りやり取りをします。今回のご相談で50万円のお礼をさせていただきたい。報酬を支払うという相談者、しかしこの相談者自体が詐欺グループの一員です。サイトの運営側から、報酬を受け取るには個人情報を交換できる正規会員になることや有料の回線設置が必要などと言われます。諦めてしまっていいんですか？お礼をお渡しできないまま終わるのだけは避けたい。警視庁によりますと、このグループによる被害者は若い女性を中心におよそ8600人、総額およそ19億円に上るといいます。コロナによってやっぱり給与が下がってしまったりだとか、そういったところを補うために副業をしたいという方に向けた、そういった副業詐欺みたいなものは大きくこう増加傾向にある。報酬を得るために副業をしたはずなのに、なぜお金を払ってしまうのでしょうか。悩み相談を受けて、それに対する回答を送るみたいなのが何回もやると。悩み相談を受け終わった後に報酬の話に移行をして、いろんな手続きを要求されて、何回も何回もやってると、もうこれを取り戻さないともったいないなみたいな感じに、こう少しずつ心理的に陥っていく。警視庁などは、高額な報酬には特に注意するよう呼びかけています。
高い致死率で知られる激小型溶連菌について年間の患者数が過去最多となった去年の数を半年足らずで上回りました。特徴の一つが急速に悪化する進行の速さです。治療に当たる医師がその症状を語りました。比較的若い方で数時間前はお話もできていたような方が、まあ、命に落とすような状況になりうると。都内の病院に勤務する松田医師、激症型溶連菌の患者の治療にも当たる救急医です。咽頭炎とか喉の風邪であったり皮膚の可能であったりそういうところから始まって悪くなる方は急激に悪くなる。これは激症型溶連菌患者の写真。手が赤く腫れ上がっています。いわゆる溶連菌感染症は咳やくしゃみをした際の飛沫や傷口への接触によって感染、一般的に咽頭炎など軽い症状を引き起こすものです。ただ稀に激症化して手足の壊死や多臓器不全を引き起こし、激症型溶連菌の致死率はおよそ3割とも言われています。国立感染症研究所によりますと、今年全国で報告された患者数は今月2日時点で977人に上り、過去最多だった去年1年間の数を5ヶ月ほどで上回りました。急増の背景には何があるのか。新型コロナが5類に移行して以降、様々な感染症が増える中、溶連菌の感染者が例年より増えたことが影響した可能性がある。武見厚労大臣は会見で、感染対策として手洗いや咳のエチケット、傷口の清潔な処置を呼びかけたほか、厚労省もいつもと違う症状があれば病院を受診してほしいとしています。トラブルが相次いでいる日本航空は国土交通省に安全意識の浸透を再徹底するなどとする再発防止策を提出しました。日本航空をめぐっては旅客機が誘導路の停止線を大きく越えたり、旅客機同士の翼が接触したりしたほか、機長がアメリカの滞在先で酒に酔って騒ぎ、搭乗予定の便が欠航になるなどトラブルが相次いでいました。国土交通省の求めを受けて日本航空が昨日提出した再発防止策では、定時制よりも安全性を優先させるなど安全意識の浸透を再徹底するとしています。またパイロットと客室乗務員については当面滞在先での飲酒を禁止しています。池袋の顔が変わります。アメリカの投資ファンドの傘下となった西武池袋本店が売り場面積を半分にして来年1月から順次リニューアルオープンすると発表しました。多くの買い物客でにぎわう西武池袋本店のデパ地下。遅くまでここはやってるので、仕事帰りに買い物して帰れるので、もう本当によく使ってるので。そごう・西武をめぐっては去年9月、当時親会社だったセブン&アイホールディングスがアメリカの投資ファンドに売却。ファンドと連携するヨドバシホールディングスが西武池袋本店の土地などを取得していました。今回発表された全面改装の内容は、まず地下1階と2階のデパ地下には新しいブランドを含めおよそ180店が出店。高級ブランド売り場は面積をおよそ 1.3 倍に拡大し、今回の改装でラグジュアリー、コスメ、デパ地下を中心に強化します。ただ全体で見ると8万8000平方メートルある百貨店の売り場は半分に、もう半分には家電量販店ヨドバシカメラが出店します。個人的に買ってるお店とかからはやっぱり閉店のお知らせですってお知らせが届いてますね。寂しいです。そごう・西武は客のニーズが高い分野に特化し、売り場の面積が半減しても収益を確保したい狙いです。限られた売り場面積で顧客をどう呼び込んでいくのかが今後の課題となりそうです。アメリカの IT 大手アップルは10日、独自の生成 AI となるアップルインテリジェンスを発表しました。アップルインテリジェンスはユーザーが日常的に利用できる機能に焦点を当てていて、例えばメールの受信内容を要約したり、送信する文章を添削して書き直したりすることができるとしています。 iPhone の最新モデルなどでこの秋に試験的に搭載され、当面は英語のみに対応します。またアップルはこの日、チャット GPT を手掛けるオープン AI との提携を発表。チャット GPT の機能を音声アシスタントの Siri などに導入するということです。これまで生成 AI 開発の遅れが指摘されてきたアップルですが、今後巻き返せるかが注目されます。経済財政運営の指針、いわゆる骨太の方針の原案が取りまとめられました。日本経済は33年ぶりの高水準の賃上げ、コストカット経済から脱却し、成長型の新たな経済ステージと移行する千載一遇のチャンスを迎えています。骨太の方針の原案では、持続的な賃上げのため価格転嫁対策やリスキリングの拡充などを進めるとしています。また AI 半導体については、産業競争力の強化および経済安全保障の観点から国内投資の拡大が必要と明記。その上で、銀行からの融資に政府保証をつけることを検討している次世代半導体の国産化を目指すラピダスを念頭に、質融資の活用拡大など支援手法の多様化の検討を進めると盛り込みました。そして焦点の一つ、財政健全化の指標となるプライマリーバランス、基礎的財政収支については、2025年度の黒字化を目指すという目標を3年ぶりに明示。日銀のマイナス金利解除で利払い費増加が懸念される中、
金利のある世界に備え財政の信任を確保するとしました。今月21日に閣議決定する見通しです。男女の賃金格差公表を義務付けている企業の対象を拡大で検討です。女性の所得向上、経済的自立に向けた取り組みの一層の推進です。政府が昨日定めた女性版骨太の方針では、今の法律で従業員301人以上の企業となっている男女の賃金格差の公表義務を101人以上の企業に広げることを検討すると明記されました。航空運輸業界や食品製造業など賃金格差の大きい業界には業界ごとの行動計画の策定を促すなどとしています。また2030年までにプライム市場に上場する企業の女性役員の比率を 30% 以上とするとの政府が定めた目標の達成に向けて、実際に女性の登用を推進する経営者や管理職などへの働きかけを強化することのほか、子育て支援に積極的な企業への優遇措置の拡大などにも取り組むとしています。バイデン大統領の次男に有罪の評決、現職大統領の子供では初めてです。ハンター・バイデン氏は2018年に拳銃を購入した際、薬物依存について適切に申告せず違法に銃を所持したとして3つの罪に問われていました。東部デラウェア州の連邦地裁の陪審は11日、3つの罪すべてで有罪の評決を下しました。量刑は後日言い渡されます。ハンター氏は初犯のため軽い刑になる可能性が高いとみられています。アメリカで現職大統領の子供が有罪の評決を受けたのは初めてで、バイデン大統領が再選を目指す11月の大統領選に向けてトランプ前大統領ら共和党側の攻撃材料となります。評決を受けバイデン大統領は声明を発表し、司法手続きを尊重するとしています。イスラム組織ハマスの幹部が停戦に向けた交渉に臨む用意があると述べたとの報道です。国連安保理では10日、イスラエルとハマスに対し訂正案を受け入れ速やかに履行するよう求める決議が採択されましたが、これについてハマスの幹部サミ・アブズーリ氏が受け入れを表明したとロイター通信が報じました。アブズーリ氏は詳細について交渉する用意があるとした上で、アメリカ政府はイスラエルが決議を遵守するよう保証する必要があるなどと述べたということです。一方、ハマス壊滅の姿勢を崩さないイスラエルに対し、ハマスは恒久的な停戦を求めるなど溝は埋まらず、依然として事態の打開は見通せないままです。 ICC 国際刑事裁判所の日本人初の所長赤根智子氏が法務大臣と会談しました。 ICC の赤根智子所長は1982年に検察官に任官後、最高検検事を経て2018年から ICC の裁判官に就任、今年3月日本人として初めて所長に選ばれました。小泉大臣は赤根所長の活躍について、若手や女性職員にとって大きな励みになっていると歓迎し、法務省から今後 ICC などの国際機関に積極的に職員を派遣していくことで両者は一致したということです。 ICC には現在日本の検察官2人が派遣されていて、去年3月ウクライナから子どもを連れ去った戦争犯罪の疑いでロシアのプーチン大統領などに逮捕状を出すなど取り組みが注目されています。路線バスと正面衝突した軽乗用車の運転手、事故の後に立ち去っていて警察が捜査しています。昨日午後7時過ぎ、横浜市泉区の路上でバスと車がぶつかったと近くにいた男性から110番通報がありました。警察によりますと、軽乗用車が現場の手前で右折した後、センターラインをはみ出したとみられ、路線バスと正面衝突したということです。消防によりますと、この事故でバスの乗客の5人が軽傷です。事故の後、軽乗用車の運転手が現場から立ち去っていて、警察はひき逃げの疑いで行方を捜査しています。現場は相鉄泉野線の緑園都市駅のすぐ近くで、片側1車線の直線道路です。中国東北部吉林省でアメリカの大学教員4人が刃物で刺された事件で、地元の警察は55歳の男を逮捕しました。警察の発表によりますと、逮捕されたのは吉林市内に住む55歳の男です。男は10日、市内の公園でアメリカ・アイオワ州の大学コーネルカレッジの教員にぶつかった後、4人の教員をナイフで刺して怪我をさせたほか、犯行を阻止しようとした中国人観光客も刺したということです。刺された5人の命に別状はなく、警察は事件についてさらに詳しく調べています。4人の教員はコーネルカレッジから派遣され、吉林市内の大学で教鞭を取っていました。中国外務省の報道官は会見で、事件について偶発的に起きたもので中国とアメリカの交流に影響を与えることはないと強調しています。警官に著しい影響があると言わざるを得ず、事業の中止を自主的に決定した。完成間近で解体が決まった東京国立市のマンションについて、建設事業者の積水ハウスがコメントを発表しました。東京国立市にある富士見通り、およそ4年前に撮影された写真ではその名の通り美しい富士山を望めました。ところが今は富士山の手前にマンションが立ち、半分ほどしか見えなくなっています。富士見通りという名前が台無しになるというね、これは残念です。周辺の一部住民から建設中止を求める声が高まる中、建設を行っていた積水ハウスは来月には引き渡し予定だったこのマンションの解体を急遽決定しました。積水ハウスは今夜その理由についてコメントを発表。
2回にわたる設計変更を行い、地域の皆様に配慮した設計を目指したとしながらも、現況は景観に著しい影響があると言わざるを得ず、富士見通りからの眺望を優先するという判断に至り、本事業の中止を自主的に決定いたしましたなどとしています。大阪地検特捜部に逮捕起訴され、その後無罪が確定した不動産会社の元社長が国に賠償を求めている裁判、当時の特捜部検事による取り調べの録音・録画の一部が法廷で公開されました。大阪市の不動産会社プレサンスコーポレーションの元社長山岸忍さんは、2019年学校法人の土地取引などをめぐる横領事件に関与したとして大阪地検特捜部に逮捕起訴されましたが、3年前無罪が確定しました。山岸さんは特捜部の検事が山岸さんの当時の部下を脅すなどした捜査の違法性を訴え、国に対し賠償を求める裁判を起こしています。今日の法廷では検事が山岸さんの当時の部下の取り調べを行っている映像が再生されました。あなたはプレサンスの評判を貶めた、世界の評判を貶めた大罪人ですよ。会社が非常にね、いろんなその営業損が出たとか、株価が下がったとかっていうことを受けたとしたら、あなたはその損害賠償できます？10億20億じゃ済まないですよね。その承諾で今話してますか？検事は取り調べに真摯に向き合ってほしかったと弁明した一方で、無罪判決が出たときは非常に残念だと思ったとも話しました。今週金曜日には山岸さんの逮捕を最終的に決断した当時の主任検事らが証人として出廷します。人生相談に乗るだけで報酬がもらえるなどとサイト上で宣伝し、登録者から現金を騙し取ったとして26人が逮捕されました。 SNS でこう副業の勧誘とか、 なんか投稿とかで見たり、 あります。直前まで行って怪しいなと思ってやめましたね。もうお家でなんかパソコンだけ、スマホだけでできるとかだったら、少し興味がある時期だったらちょっとこう検索したりしちゃう。こんな簡単にお金稼げたらいいよなとは思うけど、でもそんなうまい話あるわけないし。ネットにあふれる副業への誘い文句、相談に乗るだけで報酬がもらえる、副業サイトでこう宣伝し詐欺などの疑いで逮捕されたのは鈴木和樹容疑者ら男女26人。去年サイトに登録した都内の女性から現金およそ40万円を騙し取った疑いが持たれています。その手口とは、被害者が詐欺グループが運営する副業サイトに登録します。相談を聞いていただけましたら嬉しいです。これは実際に登録した人が受け取ったメッセージ。企業の幹部だという人物が経営方針について悩みを打ち明けています。相談に乗りやり取りをします。今回のご相談で50万円のお礼をさせていただきたい。報酬を支払うという相談者、しかしこの相談者自体が詐欺グループ